ろいろその時代俺も言っちゃいましたけど。ちなみに高橋くん、長さどうしたいとか。いやもう、どうしようか、もうバッサリ行こうかなとか思いつつ。あ、そうなの、気分転換。気分転換に短くしようかなとか思いつつ、それいいかも。セットしたら、はい、ちょっとこんな雰囲気になって。それでお願いします。じゃあ一昨日ね、鵠沼海岸。あ、鵠沼海岸、ね、チューブ。あ、チューブ、うん、チューブで払うぐらいあったんですね。うん、人もね、意外と多いには多いんだけど、やばいぐらいではなくて。なんか納得した自分もいましたよね。どういうこと？同棲してたんですよ、辻堂で。結構2年ぐらい、2年ちょいかな。で、まあちょっとまあ、あんま、まあ、お互いいろいろ我慢してたんでしょうねっていうところで、まあ、ちょっともう限界かなみたいな感じでそんな話になって、はい、喧嘩が多かったの？喧嘩も多かったですよ、実は。まあそれはどこもそうだと思うんだけど。お互いずっと多分気使ってたっていうのもあんのかもしれないですね。あんまりこうオープンにしてたつもりなんだけど、どっかで気使い合ってたみたいなところはあったのかなとは。新鮮ですね。永瀬智也に見えてきた。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。すいません。はい、いえいえ。どうぞどうぞ。はい。サーフィンしてますか？サーフィン、先月。先月。久しぶりに来ました。どこ行ったんですか？東浜で入ったの。あ、東浜で入ったんですか。江ノ島の真横。はい、あっちの方がちょっと変わしますもんね。そうなんです。アイロン使ったりします？こういう。あるんですけど。はい、あるけど。ちょっと朝、なかなか、ね、忙しいですもんね。普段の時間って、ちょっとなんか全然、なんだろう。なんか、スマホに奪われちゃってたりとか、まあ、あと子供の面倒を見てたりとか、自分にガーって集中する時間ってあんまないじゃないですか。でも1時間、こうやってじっくり自分の顔をずっと見てることとかって、あんまなくって。でもそうやって自分の人生に没頭できてる時間だと思いません、うん、ある意味では。サーフィンも一緒じゃないですか、うん、その波と自分みたいな感じで、スマホもなくてメッセージとかも入ってこないし、外系も気にせず、外系も気にせず、時間も気にせず、そう、本当ね、やっぱね、いい時間ですよね、うん、嬉しい。いい感じになりました、はい、かわいい。外羽にしていただくと、はい、すごくいいです。特に最近は。かわいい。大丈夫でしょうか。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。